はい、じゃあそれでは続きまして私からカレッジライフについてお話しさせていただきたいと思います。まず最初に自己紹介なんですけども、名前は大根あゆみと申します。コロンビアユニバーシティバーナードカレッジを昨年経済学専攻で卒業しました。で、簡単なバックグラウンドなんですが、それまで海外に行くまでは都立高校、地元の本当普通の都立高校に通ってまして、その後に海外で行きたいと思ったんですけども、この時点で英語力がなかったので、まず最初にコミュニティカレッジ、カリフォルニアのコミュニティカレッジに年間通いました。で、その後編入という形でコロンビア大学のバーナード校でした。で、高校卒業までは海外長期滞在経験もなしです。で、現在は日本に戻りまして、教育のベンチャー企業で活動しております。まずデジタルライフについてお話ししたいと思います。民間大学といえば寮生活と思われる方多いと思うんですけども、実際どのぐらいの割合の学生が寮に住むのかということでパーセンテージを載せさせていただきました。コロンビア、ハーバード、98% なんですけども、バークリーに行くと 35% ということで、割と大学によってバラバラなのかなと思います。で、どういう寮があるのかということで、男女共同のところもありますし、男女別々のところもあります。で、ちなみにバーナードカレッジは女子大学です。で、私が置いた寮は全部女子寮でした。寮はどういう場所なのかということで、こちらが私が一番初めに住んだ寮です。で、ここが2007年から行ってたんですけども、一番初めに入った部屋なんですが、もう本当にすごい狭いなと思ってました。実際このベッドと机だけだと何も置けないような状態です。で、これが廊下です。本当にちょっと狭めなんですこの部屋は。で、半年後に実は引っ越しまして、次は結構大きめの部屋に移りました。これもまたベッドと机があります。次、夏学期なんですが、実は私はニューヨークユニバーシティ夏学期だけ受講しました。で、そちらの部屋です。で、ここはすごいいい部屋でして、自分の部屋にキッチンもありますし、自分のバスルームもついてました。次に秋学期はまたバーナード校に戻りまして、寮に入りました。で、こちらもちょっとそんなに大きくないんですけども、この部屋から見た景色がすごい好きだったんですよ、私は。なので、ここには1年間住んでました。で、実際寮の利点と欠点ということなんですが、利点としてはキャンパスの近くにあるか、キャンパス内にあるのでとても安全です。で、友達ともすぐ会えたり、図書館にもすぐ行けます。で、欠点としては隣の声が聞こえ、壁が薄いと隣の人の声が聞こえたりもしますし、共同生活なのでフロアにあんまり綺麗好きじゃない人がいると汚いという困ったこともあります。実際寮生活はどういう生活なのかというのは、パジャマのままで授業に出席するクラスメートもいたんですね。もういかにも本当にパジャマだろうっていう人も何人かいましたし、もっとペンだけでカンパスをバッグを持たないような生徒の人もいますし、あとは友達と時間関係なく会えるというのは、実際私の経験なんですが、キャンパスで朝5時まで友達と宿題や、あとはもう本当に雑談をしたりよくしてました。で、図書館だけ方まで勉強して帰るのも安全です。苦い思い出としては掃除の問題でした。キッチンがない寮もありますので、そこは非常に困ったなと思ったこともあります。で、次はライフラインについてお話しさせていただきます。アメリカの大学は本当に勉強の環境は素晴らしいんですけども、その代表が図書館かなと思ってまして、これコロンビアじゃないんですけど、他の大学の図書館です。で、コロンビア大学の図書館の紹介なんですが、全部で大小合わせて20以上の図書館があります。で、メイン図書館はバトラーライブといまして、こちらです。昼間はなんか夜とかというのすごい綺麗な建物なんですけども、はい、で、特徴としましては24時間オープンなので、いつでも行っていつでも勉強できるような状態です。で、図書館の中に売店とラウンジがあるので、売店でコーヒーを買ったり、あとはラウンジで友達と話したり、そういうことも自由にできます。で、多数の勉強部屋があるんですが、それをちょっと写真で紹介します。ここが私が一番好きだった勉強部屋です。夢の勉強部屋もありますし、これはまたブース形式の勉強部屋です。で、ここが一番綺麗かなと思うのでリファレンスルームなんですけども、こう本当にすごい素晴らしい建物なので、もう勉強もはかどります。で、経験談としては図書館には毎日通ってました。もう授業の前後と通ってましたし、週末も行ってました。で、勉強スタイルは確立することなんですが、自分の先ほどの部屋で自分で一人で勉強するときもありますし、中図書館の中にはラウンジで友達とディスカッションすることもあります。すごい人が集まる場所なので、勉強するだけではなくて図書館の友達が作れちゃうんですね。そういう人との交流の場でもあるかなというのが私の感想です。続きましてライフアフターカレッジになります。ありがとうございました。